ゆずソフト。ブラバン実況を始めていきたいと思います。途中から続けるよ。さて、4月30日やな。4月30日、青春ですね。5月2日までやるけど、あと2回3回ぐらいかな。やっていきましょう。いきなり何を言い出してるんだお前は。だって恋人と一緒に下校、これを青春と言わずして何を青春とするんですか。えらく凝り固まった青春だな。俺は水瀬の望み通り二人だけで一緒に帰るところだった。ちなみに他の連中は意味ありげな視線を向けて早々に去っていった。ありがたいような腹が立つような、そんなことを考えながら水瀬に視線を向ける。そこには何もしていないというのにやたらと嬉しそうな水瀬の顔があった。お前、やけに嬉しそうだな。え？そうですか？ああ、そんなに嬉しいのか。一緒に歩いて帰ることが。そうですね。水瀬は指を立てて考え込むそぶりを見せる。そしてしばらく考え込んだところで、ポンと手を打った。嬉しいですね。ものすごく嬉しいです。それはなんで？理由はいろいろありますよ。例えば。例えば何？その、好きな人と一緒にいられることも嬉しいですし。そうか。照れた表情でこちらを見ながら、水瀬はそう言った。なんか、そんな表情を見せられると、こっちまで照れてしまいそうになる。それにつぶやくように言ったミナスは、俺の腕を掴んだかと思うと強く引っ張って歩き出した。おい、なんだよ急に。一緒に来てほしいところがあるんです。一緒にって、おいは。俺の疑問を無視してミナスはそのまま腕を引っ張っていく。抵抗するわけにもいかず、俺はそのまま水瀬のが引っ張る方向に進んだ。で、来てほしい場所ってここか？はい、そうですよ。何の変哲もない河原。どこに連れて行かれるのかと思えば、まさかこんな場所、こんな普通の場所だったとは。ちょっと意外だ。ここがどうかしたのか？まあ、ぶっちゃけると、何もないんですけど。ないのかよ。私、好きな人とここを歩くのが、夢だったんですよ。唐突に始まったその話に、俺は息を呑んだ。口を開いた水瀬の表情には、いつかの憂いのような表情を浮かんでいる。だが、そこに悲しみや寂しさは感じられなかったが。ここって、休日になると、家族連れの人がよく来てたりするんですよ。それを見て、いつも思ってました。いいなーって。この前の時とは違う。まるで昔を思い出すかのように語り始めた水瀬。俺はそんな水瀬の話に、黙って耳を傾けた。だから、いつか、私はここを好きな人と歩いて、見返してやりたいって思ってたんです。笑みを浮かべてこちらを見てくる。そんな水瀬に釣られるように、俺は肩をすくめながら、世間話でもするかのように返した。見返すって、誰にだよ。そうですね。強いて言うなら世界に？
それはまた、巨大な相手だな。私もそう思います。満面の笑みを浮かべて、水瀬はゆっくりと俺に向かって手を伸ばした。私と、一緒に歩いてくれますか、先輩。小さく広げられた手。きっと、このまま棒立ちしていても、下げられることはないであろう手を、俺は強く握った。これで世界を見返せたわけか。はい、そうですよ。それじゃあ、俺もミナスも、今は世界よりも偉いってことになるな。そうなりますね。嬉しそうに喋るミナスと一緒に、俺はゆっくりと河原を歩いた。無言のままで、けれど繋がった手から伝わるぬくもりを感じながら、二人とも何も喋らずに、そのまま河原を歩き続けた。静かな河原には、他には何の音もなく、静寂そのものだったが、決して嫌な感じはしなかった。水瀬も同様に感じているのか、強く俺の手を握り返したままで触れ。先輩、私、もう一つ、お願いがあるんですけど。なんだ、この際だから言えば。ですね。実は。そこまで言ったミナスは、俺の腕をぐいっと引っ張った。いきなりの力にバランスを崩した俺は、そのまま横に倒れて、体中に衝撃を受けながら、俺の視界がぐるぐると回った。そして数十回転したところで、なんとかその回転が停止する。なんだ?一体何が起こったんだ?俺がゆっくりと身を起こすと、そこには。大丈夫ですか?先輩。心配そうな表情ではなく、少し嬉しそうな表情の水瀬が立っていた。これは状況から考えて、水瀬にこかされたとしか考えられないな。何をするんだ?何って、これが私のお願い二つ目です。お前の願いは俺をこかすことか?違いますよ。私、ここで遊んでみたかったんです。友達とかじゃなくて、大切な人と。笑みを浮かべながら、俺の顔を覗き込む水瀬。ほら、よく親子でキャッチボールしてたりするじゃないですか。あんな感じですよ。お前にとってこれはキャッチボールなのか。まあ、似たようなもんですね。俺は立ち上がりながら水瀬の方に近づく。そんな俺の雰囲気を不審に思ったのか、じりじりと水瀬は下がっていく。キャッチボールということは、やはり俺も返さなければならない。返すって。水瀬にも坂を転がってもらおうか。ああ、世の中には倍返しという言葉もあるし、最低でも2回は転がってもらおうか。もう満足しましたから、いいですよ。遠慮するなよ。キャッチボールと似たようなもんだろ。遠慮しまーす。そしてミナスは全力疾走で走り抜けていく。あ、こら待て。みるみる間に小さくなっていくミナスの背中を俺は追いかけた。おい、こら待て。痴漢、変態変質者。人聞きの悪いことを叫ぶな。そんな風にしながら俺はミナスの後を追いかける。夜の暗闇の中を本気で走るように見えるって、こんなに暗い中で全力疾走なんてしたら、おいミナス、そんなに走るな。嫌ですよ、待ちません。あ、そうじゃなくて。叫び声だけを残して、暗がりに見えていたミナスの背中がいきなり消えた。
やっぱりか、こんな暗闇の中で走ったら落ちる危険性がありそうだとは思っていたが、まさか本当に落ちるとは。俺は川に落ちないように気をつけながら、水瀬が消えたあたりに近づいていく。おーい、大丈夫か？大丈夫じゃありません全身をびしょびしょに濡らした水瀬が、水に半身を浸らせながら寝たり込んでいた。濡れちゃいました。だから走るなって言ったのに、ほら、俺は立ち上がる気配のない水瀬に手を伸ばす。水瀬はそんな俺の手を握って立ち上がろうとした、引っ張られるだろう。ですね。だと思うと、いきなり強く俺の腕を引っ張った。うわっ！ こいつは、水瀬と同様に水浸しになった体を見下ろしながら、俺は水瀬を睨みつけた。お前なぁ。びしょびしょですね。嬉しそうに笑う水瀬。個人的には何が楽しいのかよくわからないが、まあいいか。その笑顔を見ながら、俺はそんなことを考えた。ほら、これで頭、今風呂を準備してるから。そう言いながら、俺がバスタオルを渡すと、水瀬は素直に俺の言葉に従って髪の毛を拭き始めた。これからしばらくの間、水と戯れながらふざけた後、家に帰ることにしたのだが、4月ではちょっと寒いな。4月でそれはちょっと寒いな。5月の中旬ぐらいになればできるかなって思うけど。このままでは風邪をひいてしまうので、比較的近かった俺の家で体を温めることにした。でも、いいんですか？こんな夜にお邪魔して。そのまま帰すわけにもいかないだろう。風邪をひくかもしれないし。コンクールも近いし、風邪をひいたらみんなに迷惑をかけちゃいますから、言いたいことはわかりますけど。俺が言いたいのはそういうことじゃない。言いながら俺は水瀬が持っているバスタオルを奪い取って、わしゃわしゃと髪の毛を拭く。くだらないことを言ったバスが。それならよし。その言葉を聞いた俺は、ゆっくりとバスタオルから手を離す。安堵の息をついた水瀬は、そのまま自分でゆっくりと頭を拭き始めた。それはそれとして、ご家族の方に迷惑じゃないんですか？まあ普通ならそうかもしれないが、今日に関してはうちは何の問題もない。どうしてですか？なぜならば、今晩母上殿はお出かけ中だ。家に帰ってきたらいきなり机の上に、お父さんに会いに行ってくるねと一言だけ残してあった。つまりこれは海外旅行なのか。来るのは構わないが、そういうことは先に言ってほしかった。これからの俺の晩飯どうすんだよ。そうなんですか。ああ、急に思い立ったように海外にまで出かけていったと。しばらくはコンビニで耐え忍ぶしかないか。俺がそんなことを考えてると、風呂場の方で何やら電子音が鳴り響いた。風呂にもう入れるぞ。みんなせ、先に入れ。先輩、せっかくだから。それはカットになりそうではないですか？ それはカットになりそうではないですか？多分カットが入りますね。はい。
ットです。それじゃあもうエッチなのはなしですからね。エッチなのなしなのはオッケーしていいん？まあオッケーしたところでそれ全部隠さなあかんことになるとは思うんやけどな。うん。ああ、わかったって言うけど。ここら辺で大丈夫ですよ、先輩。オッケーなんだ。カットするんだ。そちらの方でカットしてくれるんだ。みんなで抱きかかえたまま風呂入って。ね。うん、終わり。もうちょっとやろうかな。じゃあ、家まで送るよ。あの後、体を洗ったり、風呂に入ったりして、なんやかんやでだいぶ遅くなってしまった。さすがにこんな時間に女の子を一人で歩かせるのは心配だ。気持ちは嬉しいですけど、こんな時間に男の人と一緒に帰ったら怒られますよ。でも、実質公認、だろ？公認だと思うんだけど、そっか。何気ない、普通なら当然のことだけど、水瀬がそういうことを言ったことには、俺は少し驚いた。迷惑とか、そういうことじゃなくて、普通の家族の会話っぽい。そうか。それぐらいにまで関係を深めることができたのか。よかった。とはいえ、それとこれとは話が別だ。それじゃあ、家の近くまで。家の前までは行かないから、近くまでは送る。ほんと、変に律儀な人ですね。あのなぁ、好きな女の子を送ることに、律儀も何もないだろう。はいはい、そういうことにしておきましょうか。そう言いながら、俺の手を掴んできた水瀬と一緒に、ゆっくりと静かな夜道を歩く。そういえば先輩、明日、大丈夫ですか？あ、何が？ほら、先輩のお母さんは旅行に行ったんですよね。ちゃんと起きれます？ああ、そうか。もし寝坊したとしても、明日は母さんが起こしてくれることはないのか。なんとかなるとは思うけど。それじゃあ、私が起こしてあげますよ。ですから。そう言って、水瀬は右手をスッと差し出した。なんだ、その手は。鍵ですよ。鍵。起こしに行くには、先輩の家に入れるようにしてもらわないと。鍵ねえ。まあ、彼女だし、一時的にならいいか。母さんが旅行中の間だけだぞ。はーい。俺はそう言いながら、水瀬に自分の家の鍵を渡した。俺の部屋の扉が開く日、音がする。それして誰かが忍び足で近づいて、そして、おはようございまーす！ベッドをギシギシと揺らしながら、誰かが布団に向かってダイブする音がした。が、今日の俺は一味違う。怖え？甘い。甘すぎるぞ、みなせ。俺はそう言いながら、ベッドの下から這い出た。出た。先輩、どこから出てきてるんですか？どこで寝てるんだ、お前は。見てわからんか、ベッドの下だ。それはわかってますけど、なんでそんなところから現れるんですか？今日も襲撃があると思ってな。頑張って早めに起きて、ベッドの下に隠れてみた。命を狙われてるスパイじゃあるまいし。俺にしてみれば、水瀬のダイブは俺の命を縮めるぞ。
せっかく先輩を起こしてあげようとしたのに。だからフライングボディで起こすのはよせ。ですから、あれは愛情の表れなんですよ。お前の愛情はなんつうか重い。うわ、ひどひどいです。それはいろんな意味でひどいです。ベッドの上で怒ったように体を揺らしてみる水瀬。だいぶ年季の入ったベッドがギシギシとうるすってあかましい。もういいから早くそこをどけ。ほら、着替えるんだから早く出ていけ。それは、振りですね。今日こそは私に着替えさせてほしいという振りなんですね。違うわ。いいから早く出ていけ。俺はミナセを軽々と持ち上げて部屋の外に投げた。すぐに着替え終わるから、それまでおとなしく待ってろ。ひどーい。普通彼女を捨てたりしますか？調子に乗る奴には罰が必要だからな。それはケンタロウで身につけた俺の処世術だ。罰を与えるときにはちゃんと与える。いいからおとなしくしてろ。言いながら、俺は強く自分の部屋の扉を閉めた。眠い。だったらゆっくりと寝てればいいのに。私が愛情いっぱいで起こしてあげますよ。だからお前のその愛情あふれる起こし方に問題があるんだって。普通に起こしてくれるなら俺だってゆっくりと寝ていたいよ。それを回避するために早起きしたんだろうが。なんでですか？彼女の愛情受け止めるほどの度量は先輩にはないんですか？まずは普通に起こせ。それなら受け止めてやるよ。さすがに寝てる時に飛びかかられては対応のしようがない。悲観した体にいきなり衝撃が襲いかかってくるのは本当に勘弁してほしい。いいもん。今度は溢れた愛情をさらに尖らせてやるんだから。フライングにでもかましてくるつもりか。死ぬな。内臓破裂で確実に死ぬだろう。今度から部屋に鍵をつけることにしよう。個人情報保護が大事な時代だからな。でもでも、私は彼女ですよ。先輩の秘密は私のもの。私の秘密は私のもの。最低だ。何を言い出すかと思えば。いくら彼女といえども、だって一線引いた関係であるべきだと思うのだが。二人で一緒に頑張りましょうよ。先輩の苦労は先輩が背負って、私の苦労は先輩が背負ってください。損しっぱなしだな俺。男ですから。男がそういうことをぐちぐち言っちゃダメです。男女は平等であるべきだと声高に叫ぶ人はたくさんいるんですけど、私はそうは思いません。やっぱり男と女は所詮違う生き物なのですよ。何やら強い口調でそう言ってくる水瀬。まあそれは個人の考え方の問題だからどうでもいいが、とりあえず俺はそこまでいろんなものを背負う自信はないんだが。何言ってるんですか。そんなこと言ってたら女の子にモテませんよ。モテないって、そこまで大変な思いをしてまでモテたいとは思えない。まあケンタロウあたりなら違う意見を言うだろうけど、別にいいよ。俺には水瀬がいるし。先輩、そんなこと言い出すなんて恥ずかしくないんですか？お前は嬉しくないのか？嬉しいです。出た笑みを浮かべながらすがりつくように水瀬は俺の腕に自分の腕を絡ませた。少し歩きづらいけど、まあいいか。幸い今のところ周りに人がいないし。俺は水瀬と密着しながら学園に向かった。まあこんなところで本日の実験
ここまでにしましょうかね。はい。それでは本日の実況をここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。